在最長62年と10日、その昭和の幕はあと1分30秒ほどで幕を閉じようとしています。元号法に基づきまして初めて政令で改元が行われます。明日から施行ということですから、まもなく平成元年1月8日を迎えるわけです。ちなみにこの平成は、最初の大化という元号から数えまして247番目ということですね。まあ、この中で使用された文字が71文字、その中で平という字、平成の平は12回目、そして平成の正は今回初めて使用されます。はい、そしてこの平成が間もなくあと1分後で新しい時代としてスタートします。出典は中国古典の四季諸経、内平かに外なる、地平かに天なるの文言から捉えておりますが、やはり太平洋戦争を経験しました昭和の次の時代でありますだけに、平和であってほしいという願いが込められておりますね。あと30秒で平成を迎えます。平成元年を迎えました。平成元年1月8日を迎えました。それでは新しい年を迎えました街の表情をリレーでつないでみたいと思います。平成元年を迎えた銀座です。銀座のビルのてっぺんに立ち並ぶネオンサインは今夜とうとうつけられることはありませんでした。そんな薄暗いとさえ言える中で、今も電光掲示板のニュースだけが高校と光を放っているといった感じです。銀座の多くの飲食店も今夜は早めに店じまいをしました。人の引けるのも早かったようで、いつもでしたら土曜日の夜到底捕まえることのできないタクシーも、道で客待ちをしているという状況です。そんなひっそりとした中で迎えた平成元年、時代は変わりました。でも昭和最後の朝に掲げられたたくさんの弔旗が冷たい夜風にはためいているのを見ますと、やはり何か寂しい気持ちがいたします。銀座からお伝えしました。相変わらず人の列が途切れることのない皇居前広場です。今は時代はすでに平成になっていますが、数分前の昭和だった11時58分ぐらいから、それまで静かに歩いてこの皇居前広場、そして二重橋に向かっていた人が小走りで二重橋に向かいました。平成になった瞬間を二重橋で迎えようという人たちです。この皇居前広場は昭和史の節目節目を見てきた広場でした。進駐軍の行進、明帝事件、そして天皇在位60年の提灯行列、昨日の陛下の崩御、皇居前広場はいつも時代を見つめていました。そして今新しい平成の第1ページを皇居前広場は静かに見ています。以上、皇居前でした。坂下門はひっそりと静まり返っています。つい30分ほど前までは天皇陛下のご冥福を祈って皇居に向かって手を合わせ頭を下げる人を見かけましたが、現在は誰もおりません。先ほど報道陣を除きまして皇居前広場とそれに続く坂下門前に入ることを止められたため、この坂下門で平成元年を迎えた人はおりませんでした。しかし未だ立ち去りがたく、内堀通りの歩道から皇居に向かって陛下の冥福を祈る、ご冥福を祈る人々が何人もおります。新しい元号平成について
昼間弔問記帳に訪れた人々に伺いましたら、まだちょっと違和感があって馴染むのには時間がかかりそうだけれども、平成という言葉から来る印象は平和が長く続くということが連想されて期待を寄せられそうだと、こういう答えが多く返ってきました。坂下門でした。平成元年を迎えました赤坂御所、大変少なくなりました交通量ですが、行き交う車、何事もなかったようにこの赤坂御所の前を通り過ぎていきます。昨日の午前5時半ごろから大変慌ただしい動きを見せ続けておりましたここ赤坂御所ですが、昨夜8時過ぎ新しい天皇陛下ご一家が戻られてからは全く動きらしい動きはございません。この赤坂御所内の動きも我々のいるところからは伺い知ることもできませんが、ご一家の拝礼のお戻りが予定されていた時刻を30分も遅れたことなどから、ご一家のお楽しみは計り知れないものがあると思われます。平成元年を迎えました、大変静かな佇まいの中の赤坂御所でございますが、夜が更けるとともに深い、より深い悲しみに包まれているかのようでございます。赤坂御所からお伝えいたしました。昭和から平成へと時代が変わりました。静かな中にも新しい時代が産声を上げているようです。街の表情をご覧いただきました。